結果。あとね、もう一点、皆さん知ってますかね、対案とかビジネスとかあるじゃないですか。トモビキとか、隣の馬を連れてくるの確率が高い日ってあるんですよ。はい、トモビキか。あのね、トモビキだと思ってたんですけど、改めて、七パパさんに投票を取っていただいたら、なんとですね、対案が一番連れてくるってことが分かったんですよ。すげえ、それ。そして、この天皇賞の日曜日、対案でございます。おー。イクイノックスが勝つのであれば、たけし君を連れてくる可能性もある。ここはもう、敵はいない。先頭7番、イクイノックス、連覇でゴール。2着は6番、ジャスティン・パレス。3着は2頭激戦。4番、ダノン・ベルーガか。9番のプログノーシスか。